皆さんこんにちは、ランママです。今回はほうれん草を作った副菜を2品作っていきたいと思いますが、寒い時期にとっても美味しいチヂミほうれん草を使っていきたいと思います。まず下ごしらえですが、根の部分と茎、葉の部分に分けてよく水洗いしていきます。チヂミほうれん草は根元の部分に多く土がついていますが、もし気になる場合には根元だけ十字に切り目を入れてしっかり洗っていきましょう。とっても甘くて美味しいので捨てるのはもったいないですよ。沸騰したお湯に塩を一つまみ入れ茹でていきますが、チヂミほうれん草はアクが少なめなので茹で時間は短時間にした方が美味しく仕上がるようです。茹で上がりは冷水で冷やします。そして水を絞るときは力をあまり入れすぎない方が食感が残り美味しく食べられるようです。それでは2つの副菜を作っていきますが、今回は2つともごま油風味になっています。1品目は茹でたほうれん草にサラダチキン、ザーサイ、ごま油、醤油を加えて混ぜ合わせたら完成です。このサラダチキンですが、お手軽な鶏の胸肉でしっとりと柔らかくする方法を説明欄の方にリンクしてありますので、よろしければそちらをご覧いただければと思います。2品目はピーラーでスライスした人参と薄切りしたネギを炒め合わせ、ほうれん草に加えていきます。ごま油を熱して炒めていきます。ピーラーでスライスした野菜はあっという間に火が通り時短になります。でも人参は生でもとっても美味しいため、あまり炒めすぎない方が食感も楽しむことができると思います。ネギも食感を残すためにさっと炒め、鶏ガラスープで味付けをしたら一旦完成です。それでは茹でたほうれん草に先ほどの炒めた野菜を混ぜ合わせていきましょう。このままでも美味しいですが、お好みで塩、醤油、そして風味付けのごま油を加えたら完成です。いかがでしたか？寒い時期限定のチヂミほうれん草は、昔ながらの露地栽培で冬の寒さに耐えるため葉っぱに厚みがあり、甘みや旨みも増しています。シンプルにお浸しも美味しいですが、油との相性も良く、とにかく身厚で他の食材と合わせても存在感があり、食べ応えバッチリです。もちろん一般的なほうれん草でも作ることができますが、チヂミほうれん草の旬は12月から2月頃の寒い時期になりますので、今が食べ時です。ぜひ味わっていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。